オランダのバリ島侵攻について述べる。この戦争でバリ島南部のバドゥーン国とタバナン国は壊滅し、クルンクン王国の弱体化を招いた。オランダ軍による6度目のバリ島侵攻であった。オランダ海上帝国は1846年から1849年にかけてのバリ戦争でジュンブラナ国、ブレレン国を獲得し、また1894年のロンボク戦争で、 ロンボク国とカランが住む王国を獲得し、オランダ領東インド領土に編成することに成功した。しかし、バリ島南部のバドゥーン国とタバナン国は未だ独立状態を保っていた。オランダ帝国は両国にオランダ領東インドへの変異を交渉したが、こうした交渉はオランダによる軍事侵攻の口実であった。 1846年のバリ戦争の後日と同じ、後日でオランダ側はバリ島の王に島の周囲の暗証に乗り上げたナンパ船の略奪に関して国際法違反であると主張し、バリ側はナンパによって所有権は移転することは伝統的な習慣のタワンカランであると反論した。1904年5月27日、中国のスクーナー船スリクマラ号が サヌール海岸沖の暗礁に乗り上げ、バリ人によって略奪された。オランダは賠償を請求し、バドゥン国王はこれを拒否、タバナン国とクルンクン王国の王がこれを支持した。タバナン国王とオランダはすでに1904年にヒンドゥー教の習慣でカフが夫、主人の遺体と共に昇進自殺するさ、T の実施をめぐって、オランダがこの習慣をやめるよう要請したところ、 国王がこれを拒絶したため、オランダは不快に感じていたという経緯があった。1906年6月、オランダは、バリ島南部の沿岸の封鎖を開始し、最後通帳をバリに伝えた。1906年9月14日、オランダ帝国東はンド軍第6、軍事遠征部隊が、サヌール海岸北部に上陸、指揮官はマリヌス・ベルナドゥス・ロストバン、党人間少将だった。 9月15日、バドゥン軍は、サヌールのオランダ軍ロエーチを襲撃し、インタラン村でも抗戦が行われた。しかし、抵抗勢力はそれほど多くもなく、オランダ軍の内陸部のケシマンに9月20日に到着した。バドゥンの進化であった現地ケシマンの支配者は、オランダ軍への武装抵抗を主張していたため、すでにヒンドゥー僧侶に殺害されており、宮廷は放火され、町は、 廃墟となっていた。オランダ軍がデンパサールに進軍した時はドレスパレードのようであった。宮殿に到着すると、そこでは儀式プリによる甲が焚かれて太鼓を打つ音が聞こえた。オランダ軍の到着以前、宮殿では静かな葬儀儀礼がなされている最中で、ラージャ、君主が4人の担ぎ手によって腰に担がれて進行していた。ラージャは白い伝統衣装。 大量の宝石、儀式的な剣を着用しており、また、王の進家たち、僧侶、護衛隊、王妃や皇太子らも同様の衣装を着用していた。これらは死のための儀式であった。ラージャの体を覆っているバリジン葬儀儀礼がオランダ軍より百歩ほど進んだところで列は停止し、ラージャは神腰から降りて僧侶に促すと僧侶は剣をラージャの胸に突き刺し、 同時に参列者たちも皆自殺したり、互いに差し合って、集団自決を行った。これはププタンと呼ばれる風習で、死との戦いを意味するものであった。女性たちは身につけていた宝石や、金のアクセサリーを外すとからかうように、オランダ軍に投げつけた。オランダ軍、砲兵オランダ軍は、小銃と大砲による攻撃を開始、宮殿から飛び出ると、死体の山が高く積み上げられていった。 儀式では数百人または千人以上が参列していたと言われ、これらはオランダ軍の砲撃で殺害された。別のププタンの記録ではオランダ軍は最初に宮殿の外で伝統的な探検や槍や盾で武装したバリ人の群衆に攻撃を開始し、生存者が集団自決を行ったと言われる。オランダ軍兵士は遺体から宝石など価値のあるものを剥ぎ取り、 宮殿の廃墟から略奪をし、こうして、デンパサールの宮殿は破壊された。同日午後、同様の事件が、ペメクテン宮殿の近くでも発生し、オランダ軍は、宮殿の支配層が、集団自決をした後、財宝などの略奪を行った。これらのププタンは、バドゥンププタンと呼ばれ、その後外国勢力への抵抗の例として称賛され、宮殿跡地のデンパサールの中央通りに、 巨大なブロンズ製の記念碑が建設された。電波サールの中央通りの記念碑オランダ軍はタバナン国に進軍し、タバナン国は降伏し、オランダ側はオランダ人殺傷を設置するよう要求した。オランダはタバナン国に対してマドゥラ島やロンボク島への国外追放を勧告するのでタバナン国民は2日後収容所で自決では、 1906年のバリ侵攻の最中に囚われた家族を描いている。バウムは1935年にバリを旅行し、バリルネッサンスの中心人物であったバルター・シュピースの友人と知り合いになり、バルター・シュピースから当時はまだ生きた記憶であったバリ侵攻について多くの知見を得た。タバナン宮殿の前のオランダ軍騎馬隊。ありがとうございます。